渋谷区神南にある NHK 放送センターの中に中国共産党の CCTV 中国中央電視台の支局、そして韓国公共放送 KBS の支局が同居しているんです。皆さん、敵国中国共産党、反日の大韓民国の公共放送が NHK 放送センターの中に同居しているんです。中国においても大韓民国においても彼らは日本を敵国としているんです。中国共産党は日本の尖閣諸島を堂々と中国共産党の領土領海だと言い切っているんです。そして日本の尖閣諸島周辺海域を侵犯侵略しているんです。このような国の公共放送が日本の公共放送の中に入っていていいはずがありません。皆さん、このような公共放送を皆さん解体しなきゃダメです。公共放送 NHK を皆さん解体しましょう。 NHK から国民を守る党のようにね、受信料を踏み倒せ、このようなことを申し上げるつもりはありません。しかし公共放送を解体しなければダメです。皆さん、公共放送 NHK を解体しましょう。ありがとうございます。